この日は受賞した学生団体4チームの代表などが出席し、鳥取市の鳥取大学で報告会が行われました。このうち駄菓子などを活用して幅広い世代の人のつながりを生み出したババノバプロジェクトは、鳥取県の令和新時代創造県民運動活動表彰で優秀賞を受賞、また鳥取 SDGs アワードでグランプリを獲得したつながるライフスタイルでは、お試し住宅で学生が生活しながらインターンシップを行い、学生と企業、地域をつなぐ取り組みを行いました。自分たちの力でやってきたことがやっぱり評価されて本当に嬉しいと思っています。各団体は地域活性化に向けて今後も活動していくということです。